こんばんは、かっちゃんです。怖くしてもまだ夕方なのよ。画面が明るいのよ。今ここは閑静な住宅、住宅とか噛むな噛んじゃった。はい、では場所の説明いきましょう。三重県伊勢市の虎尾山の虎尾山やん。虎尾って俺の友達になってる、虎尾ってここの山の頂上にある、あ、もういい、もう聞きたくないお前行ってこい、来ておいて。あの、本当に言うなら行ってきますけれども、山の上っていう、もうその時点でもういいよ俺。ああ、もういい、もういい、もういい、もう山の上わけだ、うん、山の頂上にある。ああ、聞きたくねえ、聞きたくねえ、山の上、頂上、いや、もう絶対嫌な場所。ほんで、明治清大線、清大線駅記念碑、記念碑があるようですよ、要は。ほんと、行ってこい。で、君が行ってもな、なんもならんもんな。正式名称は今言ったなんとか記念碑になるんだけど、うん、ここ心霊スポットとして見ると名前が変わるんですよ。何？昭和40年代に、俺の生まれた土地時代か。何者かにより、うん、猛烈アタローに登場するニャロメの落書きをされたことからニャロメの塔と呼ばれた。ご存知ニャロメ？ニャロメーって。俺知らんのよ。嘘。天才バカボンとか出てくるときはニャロミーって漫画でもあったよな。ニャロミーって猫みたいで口がニャーって長いやつ。割と有名なスポットではらしいのですよ。有名なスポットらしいのですよ。で、なんでニャロミーで心霊なの？ね、ニャロメの霊が出るって？平成27年9月に高校生の殺人事件があった場所がここである。その事件以降、この辺りでは殺害された女子高生の霊が出るという噂がされるようになった。噂か、また噂です。噂のために山登るんか俺。まあいいや、とりあえず行ってきましょう。聖地巡礼ですよ、聖地巡礼。何聖地巡礼って。ニャロメに会いに行くんだよ。どうでもええわ、ニャロメなんて俺にとっては。なかなかにやべえ場所だっていうのはわかるな。よいしょ、よいしょ。長えわ、この道。長えわ、この道。俺、絶対お前、最近、年寄りをお前、殺そうとしてるやろ。面白い。これ、坂道じゃねえぞ、もう。全国の半月ファンの皆さん。砲台山へようこそ。半月見てないねんな。判決は出したぞ。俺映像で判決は言ったぞ。はい、ここが判決のネタ。月が半分昇る空ね。判決が昇る空。聖地かよ、本当にこれ。ここで人が殺された場所か。らしいです。最近だったっけ？平成27年9月。10年も経ってないぐらい。犯人捕まっとるじゃん。あ、はい。犯人割れてるので。怖かっただろうね。犯人友達みたいな人。そうですね、確かそんなような感じだった気がするけど。別れるか別れねえか、恋話だな。恋愛のもつれですか。じゃない、そういう記事じゃない。そういうふうにしか見えないけど俺に。平成27年9月28日、女子高生死亡、現場にいた男子高校生を逮捕。高校3年生のその被害者の方が仰向けに倒れており、すでに死亡していた。胸に刺し傷があり、遺体のそばには血のようなものがついた刃渡り約20センチの包丁があった。明確に殺しに来てますね、包丁を持ってくるあたり、うん、現場には被害者の友人ら10人前後がおり、
警察はこのうち男子高校生18歳を殺人の容疑で逮捕した。誰も止めなかったよね。まあ10人ぐらいいる、10人前後いるっていう状況でね。でもさ、包丁持ってきててさ、今から人殺すよっていうやつさ、止めれます？分からん、それは分からん。こんな足場の悪くてな状況で、うん、悲しい目でこっち俺を見てるけど、やりきれんわな。クソ、そいつも出所しとるもんな。あ、出とるもんな。ああ、ケーキ終えましたか。同じ高校の子みたいですね、犯人は。だろうな、仲いいもん。悲鳴だけやね、聞こえるな。びっくりする。くそ、かわいそうに。ちょっと優しくしたらいかんのやって人を。人優しくしたら好きだと思われるでいかんのや。なあ、ここに血の跡が見えるんだもんな。これだろな、ここに頭がないよな。マジか。成仏してな、済んだことや。やるせね。やるせねえな。なんかアニメのドラマの雰囲気じゃないね。まあ霊感なくてね、本当に事件のこと知らなかったら聖地巡礼になるのかもしらんけど、同時に殺人事件が起きたって言われるとちょっときついものもあるね。なんかあそこにはあったんだろうな、看板かなんかは。ああ、そのなんとか記念碑っていう名前のそれが跡がありますね、確かに。18歳で友達がいる中で殺されるか、それは確かに辛いな。最初は楽しくキャーキャー騒いでたのにな。そんな声が聞こえるのも嫌だな。こういうのは嫌い俺。最初楽しくしてたけど、実はそういうシーンが見えるのが嫌だ。最初のハッピーなシーンが見えるのが、うん、みんなが楽しく坂を登ってきて、一人の男はもう殺す気満々でおるって、その子だけを集中して狙ってたっていうのがやるせねえな。誰でもいいわけじゃなかったみたいで、なんか殺しを依頼されたみたいなこと書いてありましたね。犯人は被害者の母親、当時58歳や同級生男女ら6人と現場にいたとされ、犯人によると自分がしたことに間違いはないと容疑を認めており、被害者の方に頼まれて殺したと容疑を認めている。私を殺してってじゃないかな。でもすげえ楽しそうに喋ってんだぜ、みんなと。私を殺してって言って、そんな楽しくできとるんか、できるもんなのかな。
被疑者と被害者。被害者は勉強熱心で成績はクラスで一番であり、被害者と別の生徒と7月に行方不明になり数日後に保護されたことがあった。2学期は無遅刻 無欠席だった。優秀な子ですね。被疑者、犯人の方も真面目な性格で与えられた仕事を最後までやり遂げるタイプで、卒業後は調理系専門学校への進学を希望していたという。被疑者は被害者から殺人の依頼を複数回されたという。事件の約2時間後には被疑者は自分の居場所を友人に LINE で伝えた上、被害者を殺害したことをほのめかした上で、自身も死にたいとの趣旨のメッセージも送っていた。なんだろうな、犯人側は犯人側でいたって真面目な子にしか見えんのだが、文章から。コンタクトは取れないみたいだね、犯人側。いや、死体側が。なぜか聞きたいんだけどな。まあ、なんでその死にたいみたいなことを本当に言ったんだとしたら、いや、死ぬ前にこんなけん笑える子のことできんもん、俺だったら。だろう。私は殺されること頼んで殺す、そんな楽しいことは俺そんな顔ではできんの。海外だとそういうなんか自分今から自殺するからその前にパーティーやります、来てねみたいなのあったりするじゃないですか、うん、そういうなんか、うん、あっち系な、ちょっと行かれてるな可能性が記事読む限りは思いついたけど。だから成仏、でも成仏ができてねえっていうことは何かあるんだろうな。自分で亡くならずにいろんな人を巻き込んだこととか、そういうのを気にするタイプってこと。それか、あと何だろうな、うん、成仏できないだからな、死んでから気づいたの方が確率高い気がするな。そうだな、そう思うんだけどな。もっと楽に死にたかった的な、そういうなんか不満。俺、親の店、親だと俺、親が悪いと思ってるんやけどな、親が悪いんじゃないかなって、その悩みが出てるんだよな。だけど何にも反応しないから、多分自分では認めて、もういいんだろうな。もう死を覚悟した人ってこういう風な人多いで。切ないな、そういうの。上がった瞬間切なさってやだね、こういう登ってくるまで登山の文句しか言ってなかったのに、うん、これがドラマのロケ地って言った時、俺もしカメラマンとかだったら絶対撮らんだろうな。ああ、そんな悲しいオーラをまとっちゃってる感じですか。うん、悲しいオーラだよ、このオーラ自体が。たったそれだけのことで。一番てっぺん、うん、座ってる感じ。おお、飛び降りる気満々じゃねえか。